はい、こんにちは、116インズです。今回はロックアウト後のマリナーズの補強について話していきますが、ロックアウト時点でマリナーズはアダム・フレイジャーとロビー・レイを獲得し、まあ、何もかも順調とまでは言えないものの、一応補強はしっかり進めることができました。しかしまだまだ補強ポイントの多いマリナーズ、フレイジャー、レイを獲得してもなお埋めなければならないポジション数多くあります。少し前にもマリナーズに獲得を狙ってほしい選手を5人ほど挙げましたが、今回はロックアウトが明けた後にマリナーズこの選手獲得した方がいいんじゃないかと思った選手たちを今回も5人ほどご紹介していこうかなと思っています。はい、でなんで同じテーマでまた動画を上げているのかと言いますと、まあ理由は単純で、前回挙げた選手誰一人としてマリナーズに来なかったからですね。セミエンはレンジャーズと7年契約、シャーザーはメッツと3年契約、テイラーはドジャースと4年契約で残留、契約延長の交渉が難航していたはずのバクストンはツインズとの7年契約が決まり、そしてバーンハートに関してはレッズがオプションを破棄して FA となる前にタイガースへのトレードが決まってしまい、そもそも市場に出てこなかったと。いやね、誰も来ないのはないだろうと。今回はリベンジ的な意味合いも含まれた動画となっております。はい、それでは狙ってほしい選手を挙げる前にマリナーズのコーンオフの補強ポイントを改めて確認してみましょう。こちらオフが始まる前に作ったものでして、上に行くほど優先度が高くなっています。まずは打線の中軸を担えるサードまたはセカンド、そういう意味でセミエンが個人的に一番来てほしかった選手ですが、実現しなかったのは少し残念です。で続いては先発投手、菊池選手がオプションを行使しなかったため2人程度獲得する必要が生じましたね。その次に外野手、本来センターのレギュラーになるはずだったカイル・ルイスの状態が不透明であることから、できればセンターもできて、である程度打てる選手が欲しいかなと。最悪ユーティリティでもいいとは思っていました。テイラーがいいなと思ったのはセンターもできるユーティリティだからという点が大きかったですね。で最後に守備型のキャッチャー、マーフィーやローリーに1年間レギュラー任せるのはちょっと怖いと思いまして、できれば1人くらい確保しておきたいなと思った次第です。でフレイジャーとレイを獲得した今時点の補強ポイントはこんなところかなと思っています。一番上の打線の中軸を担えるサードまたはセカンドに関しては優先度変わっていませんが、フレイジャーが来た以上サード獲得の方が優先度は高まったかなという印象です。ただフレイジャー獲得時にディポと GM も言っていましたが、メインのセカンド以外も守れるフレイジャーの存在自体が他の選手の獲得を阻害するものではないようですので、セカンドをもう一人連れてくる展開自体はゼロではないかと思っております。続いては外野手の獲得ですが、こちら一つ優先度が上がりました。レイを獲得したので先発はあと1人、最悪5番手クラスを確保できれば一応は問題ないので、今は外野手の方が優先度高いのかなと。テイラーがドジャース残留を決め、マーテやキャナもメッツ入団が決まりましたので、市場に目ぼしい選手はほとんど残っておらず、またトッププロスペクトのフリオ・ロドリゲスが来年センターをある程度守れそうな見込みが立っていましたので、センターをフルタイム守る人材というよりは、多少守れるレベルでもいいのかなと今は考えています。最後キャッチャーですが、バーンハートが市場に出てこなかった時点でもう獲得はほぼないのかなと。わざわざトレードするほどでもないですし、来年もマーフィーとローリーの2人で乗り切るのが今のマリナーズのプランのようにも思います。これらを踏まえて今のマリナーズに必要な選手、今回考えてみました。まず1人目、クリス・ブライアントですね。今の市場、そしてマリナーズが今置かれた状況を考慮すると、彼以上にマリナーズにフィットする存在の選手はいないと思います。2016年に MVP にも輝いたスター選手で、短縮シーズンの2020年を除けば毎年 OPS が8割3分以上と高いレベルでバッティングが安定している点が、今のマリナーズに欠けている部分をまさに補ってくれる存在ですよね。今季はカブスとジャイアンツの2チームでプレーし、ジャイアンツ移籍後に少し成績は落としてしまいましたが、シーズン通算では144試合で打率2割6分5厘、ホームラン25本、そして OPS は8割3分5厘。バッティング面の優秀さはさることながら、本職のサード以外にも外野も守れる柔軟性も兼ね揃えており、今季はジャイアンツ移籍後にセンターを経験した点もマリナーズのポジションのニーズに完璧に合致するので、本当にブライアントにはマリナーズに来てほしい。もう何が何でもブライアントは連れてこないとダメだと思います。今季トレードされたことでクオリファイングオファーの対象外となったため、獲得にあたってドラフト指名権を失う必要がない点もまた魅力的な選手ですよね。中軸クラスのバッティングに期待ができ、さらにポジションの融通が効くため選手起用の幅が広がりそうな点は、これから勝負期を迎えるマリナーズにとって大きな力となってくれることは間違いないでしょう。続いて2人目はトレバー・ストーリーですね。ストーリーは今季142試合で打率2割5分1厘、ホームラン24本、 OPS 8割1厘と例年の彼にしては少し残念な成績に終わりましたが、ただその前の3年間では毎年 OPS 8割7分以上を記録したりと、守備負担の大きいショートを守りながらもバッティングは一流。
今季も8月1日以降は OPS8 割9分9厘と調子を取り戻しており、5月末に一度 IL に入る理由ともなった肘の怪我が前半戦彼のバッティングを狂わせていた一因だったのかもしれません。ブライアントと比べるとストーリーは打者天国のクアーズフィールドをホームとしてきた点ですとか、FA 前の成績下降がかなり気になるところではありますが、一方で打球の強さなどはストーリーに分があり、また運動能力に関してもストーリーの方が上です。選手の運動能力を重視しているディポト GM からすれば、こういった点はストーリーの方が魅力的に映るのかもしれません。一方でディポト GM はショートのクロフォードをコンバートさせる気はないと明言しており、ストーリーを獲得するにあたってはセカンドなど他のポジションに移す必要がありますので、果たしてそれを了承してくれるのかは微妙なところですが、ジョン・ヘイマン記者によればマリナーズはロックアウト前にストーリーに対して正式なオファーを出したとのことなので、結構本気で狙っている選手なのでしょう。個人的には肘に問題を抱えている以上、ショートに留まり続けるのは難しく、セカンドですとかはたまた外野で負担を軽減させるのは決してストーリーにとっても悪い話だとは思いませんけどね。個人的にはブライアントの方が来てほしいなとは思いますが、ストーリーがマリナーズに来たとしてもめちゃくちゃ嬉しいです。はい、続いて外野手からはマイケル・コンフォルトを推したいなと。以前の動画で個人的にはコンフォルトよりも鈴木誠也選手の方がフィットするとお話ししていまして、その考え自体に変化はないですが、鈴木選手の獲得が難しくなった際にはぜひコンフォルトを狙ってほしいなと思っています。コンフォルトはシアトル出身という点が何よりのフィットなのは置いといて、今季はハムストリングの怪我もあって125試合で打率2割3分2厘、ホームラン14本、 OPS7 割2分9厘とかなり微妙な成績だったんですが、選球眼が良く、ボール球にもほとんど手を出さないゾーン管理の良さはマリナーズが掲げる方針に合致する選手です。実際ディポト GM はゾーン管理の良いコンオフの FA 選手としてコンフォルトの名前を以前ラジオ番組で挙げていたこともありました。今季は微妙だったものの、フルシーズンでは2017年から2019年の3年間でバッターにとって決して好ましい環境ではないシティフィールドでプレーしながら88本のホームラン、 OPS8 割5分5厘と結果を残してきていますので、今年1年の不振を信じるよりはそれまでの実績を信じて獲得するのもありだとは思います。今年の成績が微妙で、しかもそれでいてクオリファイングオファーを提示されていることから、他球団が二の足を踏む可能性が高く、割とお手頃な金額で契約できる可能性も十分あるんじゃないですかね。鈴木選手との交渉次第ではこちらへのシフトもあるのではないかと。まあコンフォルトに関してはセンター入れるかは怪しく、2019年以降は一度も守っていませんので、基本はケルニックやロドリゲスにセンターを任せつつ、本当にたまにセンター入るくらいの起用法になるでしょうかね。最後先発ですね。タイラー・アンダーソンと再契約でも全然いいと思いますが、さらなるアップグレードを図るとすればまずはマシュー・ボイド。こちらもシアトル近郊出身の先発左腕ですが、先日タイガースからノンテンダーされたことで FA となりました。ボイドなんか1年契約で5番手任せるにはこれ以上ない最高の人材なんじゃないかと個人的に考えています。9月に肘の手術を受けたので開幕に間に合うのかよくわからない点がネックでありますが、今季は6月にその肘の怪我を負うまで13先発で防御率 3.44 となかなかの成績を残していましたし、また打球初速やハードヒットなどの指標も MLB 平均以上となっています。2018年2019年あたりはホームランの多さに悩まされてきましたが、今季は9イニングあたり 1.0 本まで減らしています。以前ほどスライダーを投げなくなりましたので、この成績を再現できるかは分かりませんが、2019年には185回3分の1で238奪三振とめちゃめちゃ三振奪った実績がある点も、まあローテ上位としては厳しいにしても4番手5番手としてはなかなか面白い存在になってくれるんじゃないかと。ノンテンダーされていなければ来季の年俸は730万ドル前後と予想されていたボイドですので、まあほぼ同額700万ドルくらい出せば獲得の可能性ありそうですよね。1年契約ならリスクはないに等しいので、ギャンブルしてみる価値はあるのではないでしょうか。もう一人こちらは実現可能性ちょっと低いかなと思っていますが、レッズのルイス・カスティーヨ。レッズはコンフコストカットを図ると見られており、ソニー・グレイとともにカスティーヨもトレードの噂が絶えません。カスティーヨは今季序盤とにかく打たれていた印象が強く、実際5月23日の時点で防御率 7.61 だったんですが、その後の登板は防御率 2.76 と成績を戻し、最終的にはシーズン通算でも防御率3点台。ここまで成績を戻したあたりはさすがですよね。奪三振が減って四死球が増えたのは嫌な感じはしますが、ゴロ率の高さですとかバレルの打球を抑える力は相変わらず MLB 屈指ですし、まあ、今年の序盤ほどにひどいことはそうそう起こらないんじゃないかと思っていますが、どうでしょうか。カスティーヨが入ればレイとともに強力な1番手2番手となりますし、フレクセンやマルコ・ゴンザレスといったイニングイーターをローテの後ろに回せる点もチームの底上げにつながるんじゃないかと。
最もカスティーヨのトレードバリューはとてつもなく高く、トッププロスペクト抜きにトレードが成立するはずもないので、コンフそういったプロスペクトをトレードしないと明言したマリナーズがカスティーヨを獲得するのは容易ではないと思っています。レッズとしては手放したいムスタカスの契約を引き取れば、見返りのプロスペクトを安く抑えることができそうなので、ブライアントやストーリーを逃してしまった際にはムスタカスの復活にもかけてカスティーヨを獲得してくるなんて案もあるかもしれません。まあカスティーヨに関してはこれまでの4人と比べたらやや願望に近いものかなと今の段階では思っています。ということで今回また5人挙げてみましたが、打線の中軸クラスをまだ獲得できていないので、ブライアントは本当に欲しいですよね。ブライアントあるいはストーリーを取れたか取れなかったかでオフの印象もだいぶ変わるのもそうですが、来季のマリナーズの戦いも変わってきそうなので、どうにかこの5人のうち1人くらいは獲得してくれないかなと、ディポト GM 本当に頼みます。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。